建築が何をやろうと絶対その人工物であることはやめないんですよ。それを周りのこう自然の環境と合わせるっていうのは本当にこう注意しないと、どっちかに傾いてもいけない。やっぱ建築をちゃんと作りたいと思うんです。で、建築をいろいろやりすぎるともう周りの環境を壊すっていう、まあ、その辺の微妙なところをこういう材料や形で調整しているっていう、まあ、そこが現場を見ながらいろいろ考えながらやらなくちゃいけないところです。日本の家っていうのは基本が4畳半なんですよ。だから1軒5軒っていうのが日本の家の基本でございました。だから普通の家は4畳半を基本に作っていけばよくて、これは4畳半に通路を入れて2軒っていうので幅を決めてます。現代の建築で暖炉は使わないんですけど、もう絶対につけたかったんです。あのね、めったに八ヶ岳と富士山とね、南アルプスが見えるところってそんなにないので、ぜひその山の表情と田んぼとかね、それのこう変化を見てほしい。あの特に夕方からのね、あの山、南アルプスの山って綺麗ですよ。非常にこう長い深い山ですから、ずっと変化がね見えていて。